石井連造は、日本のアマチュア野球選手、監督。早稲田大学野球部第9代、第14代監督。早稲田大学時代水戸第一高等学校では、エースとして1949年秋季関東、大会県予選決勝に進むが、水戸賞に赤敗。翌1950年夏の甲子園予選でも来た、関東大会決勝に進むが、宇都宮校の神田正夫。 吉成武雄のバッテリーに完封を、岸死甲子園出場を一する。1951年に、早稲田大学野球部に進み、東京六大学野球リーグでは在学中3度の優勝を経験。2年生からエースとして、強し速球のストレートと大きなカーブを武器に活躍、中でも総計戦では6勝を挙げ大活躍した。2年時の1952年は、 慶応の可愛貞佐夫と春秋にわたって全試合に投げ合いを演じ、春季2位、秋季優勝の記録を残した。また、4年次には首相を務めたほか、持ち前の勝負強い打撃から一塁手、4番打者をも、務め、首相、AS4 番打者として、慶応、藤田元次、明治、秋山昇らとしのぎを削る。1954年秋季リーグでは、木村智と共に、 投げの日本柱として活躍、打者としても、首位打者、打点の2冠を獲得し、優勝に貢献した。同期は、東京六大学で初めて実施されたベストナインにも選出される。投手として、リーグ通算52試合登板21勝12敗、防御率1.78、132奪三振。打者として、通算70試合出場。 二百二十三打数63、あんだ、一本塁打三十一打点、打率、二百八十三卒業後は、社会人野球の日本交換に進む。九百五十五年の都市大校に、日本石油の補強選手として出場。全金棒との準決勝では、先発を任されるが惜敗。翌九百五十六年の都市大校にも、日本石油の補強選手として、 連続出場。準々決勝で因縁の全金棒から本類打を放つなど活躍、藤田元次の高等もあって、決勝で熊谷組を破り、神奈川県勢初優勝を果たす。1957年に母校のコーチに就任。全任の森重雄の代任に伴い、1958年に25歳で、早稲田大学野球部第9代監督に就任。東京、 同学の大先輩、日田水州譲りの精神野球を掲げ、投手中心に、守りの固い野球で、就任3シーズンでチームを大学選手権、初優勝に導く。その猛練習は、千本ノック、ノックを逃げた選手を追いかけノックするうちにグラウンドを一周、してしまった、日が沈んでもボールに石灰をまぶして、ノックを続けたなどの逸話に代表され、眼光と厳しい顔立ち 過酷な練習から鬼の連造と呼ばれた。1960年には伝説となった総計六連戦を敷き、チームを三期ぶりの優勝に導いた。この六連戦は、慶応、前田裕吉監督との青年監督対決としても話題を呼んだ。しかし、六連戦以降法制の台頭、慶応の復活の陰でチームは加工戦をたどり六期。 連続4位以下と空前の大不信を囲う。この不成績と厳しすぎる練習による選手の伸び悩みの責任を問われるように、1963年秋のシーズンを最後に監督を退き、ひだのいた朝日新聞に転じる。朝日新聞時代、日米大学野球の実現にこぎつけた。監督時代の教え子であった、アイク・イクハラの協力も得て、 日本の野球関係者の悲願であったアメリカとの定期戦を実現した。1972年に実施された第一回大会は山口隆の大活躍で日本が勝利した。この時の日本の監督は同郷で石井の次の総大監督だった石井藤吉郎だった。その後1988年、低迷にあえぐ総大野球部の第14代監督に再就任。 早稲田大学は前年ところ沢新キャンパスに人間科学部を設立、水口英二ら多くの有望な新人を補強した。しかし早稲田スポーツはいずれも低迷しており、野球部も法政、明治のみならず宿敵慶応にも後人を排する日々が続いていた。チームを再建してこの苦境を出し、再び野球部の黄金時代を築こうという機運の中で、石井に、 白羽の矢が立った。就任直後は、法制の黄金時代であり、目前で三度目の四連覇を達成されてしまう。早稲田のロゴマークをつけて、選手らが街中を出入りすることを嫌い、生活指導の面でも以前と同様相変わらず、厳しかった。しかし、厳しい練習の中にも、選手の自主性を重んじる姿勢を取った第二次、石井政権は、三年目の1 9九十年春。 水口の他人間科学部一期生を中心としたチームで慶応との12年ぶりの優勝決戦を苦しみながらものにし、早稲田の森に8年15シーズンぶりの天皇杯をもたらした。西俊久が首相を務めていた1993年秋にもリーグ優勝を遂げたが、この時は選手の起用方針をめぐって選手と対立したため選手たち自らがオーダーを作っていた。 翌1994年秋のシーズンを最後に、監督を引退した。二度の監督時代を通じて、前半で安藤元博、徳武貞之、近藤昭人、後期には、水口英二、小宮山悟、西俊久、小田淳也ら、卒業後プロで活躍した選手たちを送り出した。1996年9月からは、 高校球界に展示、水木高等学校野球部監督を2年務めた。その後も日本学生野球協会の要職を務め、全日本大学野球連盟理事、評議員を務めた。壮大の試合のある日は、神宮球場のネット裏で観戦したり、近年では、出身地の茨城県久治郡第五町にて、毎年12月に、石井連造倍総脱少年野球大会を主催するなど、 野球界の時代を担う少年たちの育成にも力を入れており、この大会の閉会式には毎年自ら出席していた。2015年9月27日、埼玉県埼玉市の辞典にて死去。83歳没。没後の2020年1月14日、野球伝道表彰者に選出された。石井の野球伝道表彰式は、 新型コロナウイルス感染症問題の影響で、延期された2020年東京6大学野球春季リーグ戦において、くしくも終戦記念日である8月15日に、明治神宮野球場にて開催された、総計戦の試合に先立って取り行われ、明治神宮外苑長を務める長男の石井、拓造が立ち会った。ありがとうございます。